本日は、カルリ45のエチュードの、中から、この本の中の32番、9曲ですね、こちらを、弾いていきたいと思います。この9曲はよく発表会とかで、弾く機会があると思うんですけど、私も、昨年発表会でこの曲を緊張しながらも弾きました。で、ギター、教室に通ってるんですけど、その時にちょっと先生からの解説教えてもらったこととかをちょっとご紹介させていただければと思います。で、まずこの曲始まりが、アフタクトから始まって、2小節目が、ポイントになると思うんですけど、こちらの、ベースの小音ですね、それをちょっと意識しながら弾いていきたいと思います。これなんですけど、今小音したんですけど、ちっちゃめしなかったとすると、この音がランの音がずっと残ってて、ちょっと耳障りになってくると思います。これですね。なのでしっかり消音してあげると、このミを出すときに一番、1弦の、開放弦のミですねを出すときに同時に、親指でこちらを、消音してあげると、このラの音もここで消してあげると、ここまで伸ばして、消音してあげると。でこれも反復2回、ちょっと同じようなメロディーを、弾くような形になるので、ちょっと違いつけてあげると面白いと思います。楽譜にはここから制覇と書いてるんですけど、もうここから手前から制覇でやってあげると、もうここはただ次はもう押さえるだけですので、ポジションが楽かなと思います。
目が資源の開放になるので、これをちょっと浮かしてあげると、で、レを小指で取ってですね、で、ここから6連符で、これも、また違いをつけてあげる、調になるので、で、まあ、キーユ曲っていうことなんで、まあ、ダンスをイメージしてるんですけど、この場面ですね、まあ、ダンスに混ざって自分も踊ろうかなっていう、ちょっと意欲的な部分と、あ、どうしようかって迷ってる部分ですね。それは葛藤してるところが、まあ、この場面になりますかね。私の癖としてちょっと早めにこれ動く、癖があるので、ここですね、だんだんちょっと早くなるような形で、で最後がピアニッシモで終わるので、だんだんとこちらから登ってくるようなイメージですね。はい、というような感じで、ちょっと自分を表現した、キーユ曲を、弾いてみるのも面白いかなと思いますので、ぜひいろいろと試してみてください。どうもありがとうございます。